はい、こんにちは。2024年8月9日10日か10日のウィークリーデキャップ1週間になった IT 関連情報まとめです。はい。夏、夏本番ということでね。まあ、夏はもう終わったというね。7月にはもう終わってんじゃないかという説もありますが、 いやー、8月のこの週も暑いですね。暑い。オリンピックはまだやってます。いやー、オリンピックあと3日ぐらい、2、3日で終わりだ。もう毎日眠れませんね。というわけで、今週はシンクパッドのコパイロット PCT14、なんたらだったっけが発表されました。 これで主要メーカーの、えー、スナップドラゴン搭載コーパイロット PC 事前に発表されてた日本の使用名日本で、えー、PC を、えー、発表してた主要メーカーの声援がほぼ全て出揃ったと思いますえっ、ー、とエイスースエイサーえとあとどこだっけ HP デルあとはどこレノボも、レノボもあったね。あとどこだそんな感じかなんではい。はい,とい。ということです。Google が、えー、アメリカで独占禁止法の、うん、何に、何で怒られたんだっけこれあ。検索か。検索の 検索のデフォルトか、デフォルトを、えー、Google にするっていうので怒られたのかな。とはいえ、Windows のデフォルトは、ね、Bing ですからね、あれは怒られないんですかね。まあ、あ多分 Microsoft とかが文句を言う、えー、ロビー活動とかして Google に対して、まあ、Google がそう言ったことをね、えー、なんだっけ。こちらが Web でで見つかった情報ですはい、そうですか。 Google がアップルに対してお金払って、えー、Google 検索をデフォルトにするっていう密約をしてたことかそういう、ね、ようなことを言ってる人もいますけれどもあとはん直近で出たニュースだと Google とメーターが結託して広告未成年向け広告をどうのこうのしてたとかいう話もありますね まあこういう Google の悪の部分がどんどんと明る,明るみになってき、えー、ているとちょっと前まではねマイクロソフトが、えー、悪の権下でしたけれども今は Google ですかねでこのあとこれからはいろんな会社か他の会社が怒られると多分今後 AI 関連で 著作権法違反だなんだかんだでいろんな会社が怒られると思います。その Google が TV ストリーマーっていう新しい Chromecast に代わる製品を発表しましたということでね。Chromecast というブランドはもう終わりらしいですね。TV ストリーマーっていうので今後はあテレビにいろんなネット画面を 何表示させるだからテレビテレビ自体にえー、なんだインターネットテレビ機能がついてますからねそれと TV ストリーマーをどうやっていくのかっていうので、えー、Chromecast をやめて TV ストリーマーっていうので頑張るということだと思うんですけど今週はこれで終わりですねというわけで来週は な何にもないと思います。今週はこれで終わりです。来週は多分何もありません。何もないという動画を来週は出す予定です。今週はこれで終わり。